皆さんこんにちは。スピリチュアル母さん大野ゆり子さんのおしゃべりの時間です。私はお手伝いのしずちゃんです。ゆり子さんこんにちは。こんにちは。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日もありがたいことにご質問いただいておりますので、そちらにお答えいただければと思います。はい、はい、ペンネームおはようプリンさんから。プリンちゃん、プリン大好きです。可愛いですね。ゆり子さん、しずちゃんこんにちは。いつも楽しい配信をありがとうございます。質問です。私にはこれといった特技や趣味がありません。あってもすぐに短期間で飽きてしまい長続きしません。自分の価値観を深掘りすれば見つかるのではと瞑想もしていますが、今のところつかめた感覚がしません。ゆり子さんやしずちゃんはどのように自分の核になる特技や趣味を得ましたか。また最近ハマっているものがあればそちらも教えてください。そうです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でも結局私もってあのプリンちゃんに近いものがありまして、何かかかじるんだけれども、あのすぐ次に目移りしちゃうとか。でも基本ね、やっぱり好きなものっていうのは気持ちがいいもの、面白いと思えるものなんですよ。で、大体ね、何やっていいかわからないとか何が好きかわからないっていう人は、子どもの頃に何をやりたかったかとか、何になりたかったかっていうことが結構キーワードになって、ちっちゃい頃私あのお花屋さんと絵描きさんと詩人と、それからスチュワーデスになりたかったんですね。なんでスチュワーデスになりたかったかっていうと、当時はですね、やっぱ海外旅行がそんな今ほどままならず、スチュワーデスになれば仕事で海外に行ける、はい、で、まあ、それをこう見てみると、結構あの今やってることと、まあ、なんていうのかな、あの重なってることも多くて、っていうことなんですけど、プリンさんは小さい頃ね、どんなことして遊んでたかなっていうか、そこら辺がね結構キーになるんです。で、今のあの人っていうのは本当に、まあ何でも言ってますけど、変容の時代に生まれているので、何か一つこれと思って生まれてきてる人ってそんな多くないんですよ。で、結局、まあ、目を覚ますとか、第三の目開くとか、意識を拡大して魂と体を統合するみたいなことを、まあ、目的にしてくる方が多いので、だから結局何を通してこう目指すかなので、結構いろんなことをやっちゃって面白いだけど続かないみたいな、もうそういうお話ね、いっぱい聞きます。だからね、あんまりね、自分の価値観を深掘りして何か私に向いているものはっていうよりは、もっとカジュアルに、まあね、私も結構いろんなもの、なんか陶芸とかね、いまだにまだろくろあるんですよ。だからあのやりかけでかじりかけっていうのも随分ありますけど、でも今は何が続いているかって、でもものづくりっていうのはやっぱり好きでハマっている。で、そのものづくりのあの材料はね、いろいろ違っているわけなんですけど、やっぱり何か新しいものを作りたいっていうのは、それはそのこういう瞑想のワークでもそうなんですけど、同じものをずっとやっているのはなんかちょっとね、私退屈しちゃうタイプで、なんか常に何かこう新しいものをやっていく、だけど基本はあの変わらない。それって仕事は特技じゃないなと思ってて、まあ、仕事はね、本当にその本当の自分を探したいと思ってるし、探している人のお手伝いをしたいっていうのがもう何よりも私の一番下にあって、まあ、そこは揺るがないんですけど、特技とかっていう意味に関してはかなり似てます。で、ちずちゃんは今ね、はいはい、あの朝っていうものと出会って、はいはい、特技です、完全に特技がお仕事になってるわけなんですけど、はいはい、何かアドバイスありますか。私もでも特技といえば、何もないことが特技だったっていうことです。はい、セイマのよりよりに関しては、なんかやってたらたまたまみたいな。でもさっきゆり子さんがおっしゃってたように、子どもの頃に何に夢中になってたかと
か、あの寝食忘れて早くご飯食べなさい、早く寝なさいってよく親たちから言われたのは編み物だったりとか、なんかあのやっぱより近いですね。なんか常にこうやっぱちょっとこう瞑想状態になるような鍵編みだったり、とにかくあのずっと手元で自分の手元で何かをずっと繰り返すっていうのが好きだったなっていうのが。はい、ありました。なのであそれを今ねやっぱり好きなんだなっていうのが、はい、好きなんだよね、うん、なんか多分、うん、あのこれをやってると何ができるからとか、そう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 、こんな風にするとあの、まあ、喜んでもらえるからももちろんあるんですけど、なんかついついやっちゃうんだなっていう感じのものが、はい、やってます。そう、まああのね、プリンちゃんが100歳でなければね、うん、きっとこれからもいっぱい時間があるので、いろんなものを始めるのはね、そうですね、いいと思うんですよ。で、出会いがあって、で、やっぱ面白いなって、で、それはひょっとしたら過去生でやってたことが、たまたま出会ったりとかね、うん、あると思うので、なので、あんまりね、深く考えなくても楽しく、これは面白いわと思う方に、その流れていくと、うん、出会えますか。あ、そうですね、ぜひぜひ、はい、ケンケンパな感じですね。私ずっとなんかケンケンパってやりながら あちこちこう行ってる感じです。いろんなこともされてますもんね。そうですね、うん、本当に何も特技はないと思ってやっぱりずっと私もあの大人になりました。はい、そういう意味ではあの私が本当にこの仕事スタートしたのは結構レイトスターターで40ぐらいなので、うん、だからね本当あの、うん、まあたとえこれが特技でお仕事でって言えなくても毎日面白いことやってたらよくないですか。確かに、ね、それでいきましょう。ぜひぜひそれで、はい、いきましょう。はい、いきましょう。はい、それではありがとうございます。失礼します。